株式会社ドンタクは石川県七尾市に本社を置き、同県内で展開しているスーパーマーケットの名称並びにこれを運営している日本の企業である。1963年山成商事株式会社として設立し、七尾市において能登地方で初めての食品スーパーマーケットを開店。創業地の七尾市を中心に中能登町、志賀町、穴水町、 の戸町及び、金沢市、河北市、津端町に店舗を構える。の戸地区で約70%のシェアを持つスーパーマーケットチェーンである。かつてはアルビスが取引先であったが、現在はバローと業務提携している。グリーンステージと共同でのショッピングモール開発など、事業拡大に力を入れている。2019年4月1日に会社名を 山成商事株式会社からスーパーマーケットの名称と同じ株式会社ドンタクに解消した。ドンタクでは店頭ポップにおいて規制のものを使用せず各店舗において従業員が独自に作成する仕組みを採用している。また従業員が来店客の前で調理して販売するスタイルで独自性を出している。 2019年1月には石川県のスーパーマーケットでは初めてペイペイを導入している。現在の店舗の詳細は公式サイトの店舗一覧を参照。ありがとうございます。